しか見えてなくて、こういてこう入ってきてそのままで降りるときにこうやって顔見たらビンヤだった。リュウさんキュ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 、ありがとうございます。ユウタさん初見かわいいってありがとうございます。やったね。嬉しい、今日長くいれないから最高、先に投げてくれてありがとうございます。最高、ありがとうございます。ワフさんキュキュキュ、ありがとうございます。あの AR コーカードは 全員で12枚なので 12枚ランダムなんですけど、1人3枚ずつ配られるので、まあ、4分の1で推し面が出るかなっていう感じですね。ヘイブンさんキュキュキュ、ありがとうございます。マスクしてても分かりました。そう、なんか足の感じと髪の毛の感じがミニアっぽいなって思って、乗った瞬間から思ってて、そう。ゆみひめさん小槌ありがとうございます。4分の1なら余裕、ぜひ当ててください。4分の1 そうそうなんです。確かに2日間だったらもう半分の確率で、2分の1の確率で推しメン出ますね。デルファイさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。ぜひ皆さん推しメンゲットしてください。そして滝脇もぜひゲットしてください。よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。全員推しメンの人には地獄。全員推しメンだったらでも誰が来ても当たりだから良くないですか。そういいですね。ひょこちゃんほちい、本当にありがとうございます。赤猫さんキュンキュン、ありがとうございます。あ、3枚同じメンバーってことはあるのかな。ランダムだからあることもあると思いますけど、わかんないですね。そういうともあるかもしれないですね。ぜひぜひゲットしてください。そしてグッズも販売あるのでぜひゲットしてください。お願いします。そしてただいまお話し会の受付中です。今日もお話し会に着る服のことを考えてたので楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。今日は小物と合う、この小物つけたいなって、身につけたいなっていうものをが先に思い浮かんでて、それに合う服装、服を、洋服を探してました。なのであと2着ぐらいはまだ考えれてないんですけど、ほとんど考えれて、日程はまだ決めてないんですけど、なのでぜひお話し会お待ちしております。よろしくお願いします。基本的には4部で、最初の2日間は5部あります。4部と5部ありますので、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。お話し会、まだこういう服着てほしいっていうのがあったらぜひ。パジャマはあります。パジャマとあとベレー帽をかぶりたいなって思ってて、ベレー帽はでも服装まで考えれてないのでそれなんですけど、ベレー帽かぶりたいなって思ってます。パジャマもあります。パジャマはジェラピケのパジャマです。そんな感じです。です。髪型はまだ全然決めてないので、なんなら当日変更する時とかもあるぐらいなので、ぜひこの髪型してほしいとかあったらお願いします。はやぴーさんだるま、ありがとうございます。ひろしさん丸いの、ありがとうございます。です。考え中です。ラオトさんかわいい、ありがとうございます。高めツインテール、高
めツインテールどっかでやろうかなって思ったりしてる。前回やりましたっけ、高めツインテール。前回やってないかもしれない。高めツイン、平畑さんかわいい、ありがとうございます。のりのりさんかわいい、ありがとうございます。はずぴーさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。まだまだ募集中です。こういうのが見たいとかありましたらぜひ。初期ピの時に着てた服がドストライク、あのサロペット大きめの、そうなんだ、 T シャツにサロペットね、理解。把握。エビフリアさん、だるまももも、ありがとう、だるま、ありがとうございます。お団子もできますよ、お団子。前回お団子してないかな、お団子してないね。ヘイブンさん、だるま、ありがとうございます。チュンさん、チュン、ありがとうございます。そう、理解。ちょっと今一個思いついた、コメントを見てね、これにしようかなとか。お団子しかな、髪型何が好きなんですか皆さんは。滝脇がする髪型何が好きなんだろう。カズリンチョさん、キュンキュン、ありがとうございます。もうネタでしかない。セルフポニーはこうやってお話し会しなきゃいけなくなっちゃう、こうやって。ポニーが多いから、ポニー、やっぱポニーツインが多いのかなね。ストレート、じゃあ今ですね、巻き髪ね、ツインとポニーが多いかも。ハーフアップね、あ、ハーフアップはこの前のインスタグラムハーフアップにしました。気づきましたか。ツインの違いを教えて。普通のツインテールがここ、高めツインがここ、ハーフツインがこの、こう取って、でこのここは残ってるけど、ここがツインがハーフツインです。そう、モノトーンのやつ、そうです、そうです、モノトーンのやつはハーフアップしてます、珍しく。そう、エブフリアさんかわいい、ありがとうございます。似合うも、ありがとうございます。画面越し見えにくいかもだけど、笹羽ね、なるほどね、だいぶ離れたらもう髪の毛が伸びてきたからね。でも前回外話しましたよね、黄色の服で外話した気がする、ね、おでこ見た見。おでこもちょっとじゃあ考えておきます。ヘイブンさん、バラありがとうございます。でもなるべくあのその一つのシングルのイベントでのコアお話し会、個別お話し会とかは全部違う髪型にしたいなっていうのはあるので、なんかあこれもおろしが良かったなってなったら、巻きおろしとストレートおろしにするとか、なんかその時にやって変えたりします。って感じですね。ぜひどんな髪型なのかなとか含めてね、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。お話し会は明日のお昼12時まで受付中です。ぜひお待ちしてます。そう、意外とあのこだわってます、あの握手会の時からこだわってます。いろんな髪型を見ていただきたいなっていうのと、いろいろこだわってますので、ぜひお話ししに来ていただけたら嬉しいなって思います。追加する予定ってありがとうございます。
ショコラはどんな髪型で行ったらいい？何でももうね、来てくださるだけで嬉しいんですよね。そうだから女の子だったら、なんだろう、真似したよとか、この髪型のやつ真似したよとかだったら嬉しいかもしれない。ねえひろさん、キュ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 、ありがとうございます。そうかな。ワフさん、かわいい、ありがとうございます。お話し会まであと1ヶ月です。そうそうそう、2月の24からなので1ヶ月になります。アフロの方もいらっしゃいます、お話し会。ありがとうございます。おしずちゃん、申し込みさ込ませてもらいます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しみすぎる。宮弘さん、キュキュキュ、ありがとうございます。ヘイブンさん、ぷんぷい、ありがとうございます。話し会楽しそう。楽しいです、ゆうたさん、楽しいですよ。なんかテレビ電話してるみたいな。このショールームでも結構画面越しに見えてるかもしれないけど、なんだろう、私からも皆さんの顔が見えるし、今まで握手会は皆さんの顔見えてたので、こう直接お会いしてるから、そうなので皆さんの顔見れるのも嬉しいし、あとは多分皆さんもこう LINE 電話みたいに、なんかテレビ電話かみたいに、なんかこうちっちゃく自分の画面も映ってると思うから、そう、そういうのもあるかなって思う。だからテレビ電話みたいな感じでできるんじゃないかなって思ってます。明日席がわかる？武道館？武道館の席明日なんですか？そう。そんな感じ。そんな感じですね。オンラインお話し会待ってる時間が緊張する。でもそれはでも怖くも一緒じゃないかなって。私は思ってる。小悪も並んでる時に、私が前に48さんの善悪行かせていただいた時にも並んでる時にずっとドキドキしてたから、なんか同じ感じなのかなって思ってます。そう、宮弘さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。面接ぐらい緊張する？そんなに？ありがとうございます、緊張ながら来てくださって。ありがとうございます。武道館見つけたいですね。なるべくね、あのもう全員と目合わせたいっていう気持ちでいます。確かにお話し会の待ち時間は寝転がれますね、確かに。お話し会参加したいけど顔見られるの恥ずかしい。でもライブとかで分かるようになります。来てくださった方だっていうのもあるし、いつもだったら、今までだったらお話し会じゃなくて握手会だったから、そう、そう考えたら一緒かなって思うけど、来ていただきたいですね私は。握手しないのに冷や汗やばいって。緊張で私手汗出ないかもしれない。善悪の雰囲気好きでした。善悪はね、みんな何人かと握手できるからね。お話し会の次はあなたの番です。ほらやけど、確かに穴番になっちゃうね。最初は緊張した？やっぱなんか慣れると、私も多分次やった時は最初緊張するんですけど、だんだん慣れていきますね。そう、あ、こんな感じだったなっていうのが思い出せると思う私は。そうなので皆さんお待ちしてます。
私もちなみに緊張してる。人生じいちゃん、くまもも、ありがとう、くまさん、ありがとうございます。ヘイブンさん、小槌、ありがとうございます。ライブ中結構顔見えてます。うん、1階はまあ会場にも、本当に会場にもよるけど、2階のうちわが見えてるぐらい見えてますって言ったらわかるかな。うん、あ、オンライン話し会したことないから緊張エグそうって、かつぼさん待ってますよ。私も緊張しちゃうまだね、始まった、今年始まったばかりだからね、9月に始まったかなばかりだから、私も久々にするし緊張です。緊張おるオンラインでもお顔、顔覚えられるの、覚えたいなって思ってます。うん、だから結構初めましての方が多いから覚えたいなって思ってますだからこう何回も来てくださる方だと、もう覚えた方もいます、そのお話し会で覚えた方もいます。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。そう、そんな感じですね。宮弘さん、ハート1000、ありがとうございます。キュンキュン、ありがとうございます。キュンキュン、スケバールとやっぱ良きですか。スケバールと最悪電波が途切れ途切れで声が聞こえなかったとしても気持ちは伝わるかなって思ったりとか、私に聞こえてなくても私の声が聞こえてたら、質問とかだったら答えれるかなって感じですね。そうそんな感じですね。お話し会待ってますよ。秋の時こっそりメンバーのお話し会参加してほしいでも最初にお話し会なんか練習みたいなのがあったんですけど、 どこをなんか押すとどうなるみたいなのがあって、なんか手動と自動みたいなのがあったりするんですけど、そういうのとかもあったりして、メンバーがこうがヤッホーみたいなのもありました、練習の時に。そう、自動だと一人の方が終わったらすぐ次の方も来るんですけど、手動だったらピッてやって終わってもまたピッてやって次の方が画面に。そう、そんな感じです赤猫さん、バラ、ありがとうございます。宮弘さん、キューキュン、ありがとうございます。私は緊張してるけどしてないように見えるって言われがちですオンラインお初なのでめっちゃ緊張してわー。ゆうくん、ありがとうございます。そう、オンラインあと1ヶ月なのでね、楽しみにしていただけたら嬉しいなって思います確かに昔生電話イベントも緊張した。確かに 生電話は本当に緊張したし、めっちゃ初期の頃だから全然話すのも慣れてなかったからめちゃくちゃ緊張しました生電話お話し会終わったらめっちゃ寂しくなっちゃう。確かに。でもまたなんかね、次のイベントとかあったらね、いいですね。わかんないけど、3月、まあ3月まであるのでね3月までお話し会あるので。でも4月はそうイベントあるじゃないですか。そうだ、名古屋と大阪とかに行くのがあったりとかするから、行けるかわかんないけどね。今のところは行く予定で入ってるからね、スケジュールにはねそう、そんな感じですねめっちゃ溜めちゃったかな、めっちゃ溜めてしまったかな。亀は全部の日行っ
だから大丈夫なはずってありがとうございます。青春サブリミナルもよろしくお願いします。やばい、ビールこぼした。拭きましょう。もう拭いてるかきっと。ペンペンさん、キュンキュンありがとうございます。クロックマンお疲れ様。3分前の読んでるな私。ショコちゃんは自動でやってます。そう、最初は手動のがいいのかなって思ってたんですけど、あのカチッてやるの忘れちゃって、こうやって待ってる時があって、そうだから自動にしてます。ヘイブンさん、バラありがとう、間違えた、梅ありがとうございます。オンラインはあの慣れはするんですけど、その時またやらないとまたなんか緊張しちゃうし、1日だったらその2部あっても緊張だいぶ慣れるんですけど、次の日とかになるとすぐ緊張しちゃうかな。そう、たけるんさん、キュンキュンキュンありがとうございます。生電話はセカンド、懐かしみですね。なんか何でしたっけね、なんかのなんかでなんかとコラボしててかな、ね、ひろいさん、タコありがとうございます。ヘイブンさん、花束ありがとうございます。あ、大阪に応募してよ、名古屋来てほしい、名古屋大阪行きます、あのスペシャルライブで行きます。あ、1個は2月だったかな、2月のは銀河かな、4月でしたよね。コメントごめんなさい、コメント追いつきます。だいぶ上に来ましたよ、時空歪んでる、今49分、今1分前。サブリミナルも好きだよってありがとうございます。あ、上まで行きました、上まで来ました。あ、神の手の間電話ね、そう、神の手だ、神の手ですね。そう、コメントを読んでると、そう、どんどん食べちゃう、おかえりって、ただいま。戻ってきました、今結構飛ばしちゃった、ごめんなさい。カメオのイコラブ会もまだよね、確かに。でもイコラブ会どうだろうね、ツアーができてるからできるのかなって思っちゃってるけど、わかんないですね。YouTube かわいすぎ、浅草のやつかな、ありがとうございます。ありがとうショコラ。3枚3回と10枚1回ってどっちが嬉しい、え、わかんない、3枚3回と10枚1回は、でもなんだろう、長ければ長い、1回が長ければ長い分、あのなんだろう、ヤッホーみたいな時間がないから、いっぱい話す内容は長くなるかなっていうのは思いますね。あ、また来てくれたねっていうのが 3回だとあの2回あったりするかもしれないから、その時間を考えると、あの、ま、本当にまとめ出しの方がいっぱいお話できるんじゃないかなって思いますね。そう、ヤッホーっていう時間を一緒に楽しむなら分けた方がいいかもしれない。そんな感じかな。今友達からの電話来た、出ましょう。出ましょう、出ましょう、ね。なんか最近同じコメント2つ続くこと多いですね。赤猫さん、バラありがとうございます、ね。そんな感じかな。です。
仲良ぴじゃんって仲良ぴ、もう終わった、早っ、秒秒ですね。そう、別の方でコメントが、同じコメントっていうか同じ内容のコメントの方が最近多い。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう、全部ヤッホーっていうの面白い。ヤッホー、ヤッホーっていうことあんまないけどねありがとうが多いかもしれない、私は。うん、ショールームあるあるえ、お皿洗おうとしたら寒すぎて洗剤凍って、そんなことある？洗剤凍ることなんてあるんだ。洗剤ね、洗剤凍ったのはあんまり見たことなかった。始まり、ヤッホーって言うかな、私。始まり、ヤッホーとは言わない気がする。しょうちゃん、定型文変える、変えたい。あの、どこで変えるんだろうどこで変えるんですか。これやってる最中でも変えれるのかな。あ、今日の夕飯、麻婆豆腐一緒ですね。麻婆豆腐、定型文はコメントの下になんか選べるやつ、こんばんはとか初見ですとかいうやつ今夜カレーでした。いいですね、カレーも好き。この前マッサマンカレー食べたそれが定型文配信中は帰れない。でも帰る場所があるなら帰れるかもしれない。でも帰れない気がする。定型文ね。なんか定型文、定型文変えますみたいなとこあるかな。ないと思う。たけるんさん、かずち、ありがとうございますふふ、何個でもできるのかな、どこで、どこでさ、変えるんだろうね変える場所もわかんないからちょっとわかんないんですけど、配信ルーム、こういうの苦手なん…あ、ライブ中、あ、これあるかもしれない、おすすめコメントってやつかな。ちょっと今一回やってみようおすすめコメントってやつかもしれない。どうしようかな。しょこんばんは、しょこんばんはとか一回更新するにして、皆さんもちょっと一回更新してほしいかもしれないそしたら出ますか、初こんばんはってどうですか、入り直したらできないかな。ユンムさん、ビギナーありがとうございます。え、初こんばんは、え、出てる、お、帰れました。今ビギナーユンムさん、初こんばんはってありがとうございます。早速使ってくださってる。え、出てくる方と出てこない方がいるあ、すごい、ビギナーの方が初こんばんはって、桜餅の葉っぱさん、ビギナー、シュコンバンはありがとうございます。あー、いっぱいいっぱいシュコンバンはだ。すごい。
出たよって出ない方もいる。でも出ない方はあれですね、また次回入ったら出そう。すごーい、すごい、更新したら出たって、すごい。しゅこんばんは、しゅこんばんは、あ、手動って自分で打ってますって、ありがとうございます。何が入れますか、何入れますか、ちょっと入れ方が分かった。これ3つまでしかできないのかな、なんだろうな、何がいいかな。感謝、感謝、個人的に感謝はあのびっくりマーク2つなんですよね。そう、感謝、これ3つまでかな、できるの。あと何がいいかな、感謝1個入れました。そう。あとなんだろう。食べ物系が多い。びっくりマーク3つのイメージだった？ 2 つですね。ゆうくん、小づち、ありがとうございます。あ、召喚音です。面白い、面白い。何がいいかな、こんばんは。感謝はびっくりマーク2つのイメージかな、私は。あと何がいいかな、皆さんにコメントしてほしいって感じですもんね。あと何だろう、マフさん、かわいい、ありがとうございます。なんか感謝の時も感謝感謝感謝っていっぱい来てたけど、何だろう、何がいいかな、何、なんて打つことが多いですか皆さん。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。黒豆2つ。はじめましてって打つことが多い、それはもう詐欺ですね。あ、親ショコ、おつショコ、一回しか使えないんですか。え、一回しか使えないんですか、このコメ、おすすめコメントは。ね、10文字までです。あ、一回しか使えないんですか。そうなんだ、1回で消えちゃうんですね。そうなんだ、そうなんだ、悲しい。なるほどね、初コメしか使え、なるほどね。でも次の配信になったらまた使えるってことですよね。こんばんはとかも使えないってことですか。ねすぎさん、ねすぎさん、ピーナー、しょこんばんは、ありがとうございます。そうなんだ、親しょこだとおかしくなる。あ、アプリ立ち上げ直したらいけるってことですね。ありがたきわき、でも感謝あるんですよね。あ、
か1個しか押せないんですか？そういうことじゃない？その今だったらちょっと1回1個更新して、感謝今追加したんですけど、あ、1回もう押したら全部できなく、1回しかできないんですか？どれか1回だけってことですか？あ、来月初めてお話し会ですって、嬉しい、ありがとうございます、楽しみましょうね、出過ぎさん、いっぱい寝ましょう。なるほどね、欄が消え、あ、いもう一回、じゃあ感謝とかも、一回で消えるの知らなかったです。感謝とかもあれですか、じゃあもう本当に一番最初に押したやつだから、確かに初こんばんは、初こんにちは、おはしょこのどれかとかでもいいですね。初こんばんは、よしよしさん、初見ありがとうございます、早速使ってくださってる、ありがとうございます。ともさん、おめ、ありがとうございます。なるほどね、一発勝負ね。あ、さっき2月21の4部お話し会応募してきたよ、ありがとうございます。赤猫さん、楽しみにしております、嬉しい。そうなんですね。あ、まあ打てばいい、打ちにくいやつ、今感謝追加しました、とりあえずね。ペンペンさん、キュ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 、ありがとうございます。いつも初こんばんはで始めてる、あ、じゃあ皆さんが始めてるやつでやればいいのかな。あ、じゃあ分かった、なるほどね、入室時の時に言うやつだから、感謝、じゃあ感謝って入室時に言わないですもんね。初こんばんはとヤッホーと来たよーとかって、そういうことですか。のりのりさん、だるま、ありがとうございます。かな、なるほどね、じゃあ今日はどれにしようかなってできるってことですね。じゃあ感謝を一回消して、初こんばんは来たよー、来たよーは私がどっかのメンバーに入った時によく言うやつ。確かに昼間でもあんま私夜にやるので、結構まあ、あの昼間だったら来たよーとかにしていただけたらいいってことですよね。花代さん、キュ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 、ありがとうございます。来てないよはもう来てるじゃないですか。どうしようかな、どうしようかな。あとは遅れました、遅れましたにしますか。一旦なんかいつでも帰れるから。本当に遅れたかわかんないけど。ひろしさん、くまもも、ありがとう。くまさん、ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。あ、間に合った、いいですね、間に合ったって結構来るかもしれない。初こんばんは36さん、初見ありがとうございます。間に合った、間に合ったにしよう、とりあえず。確かに始まってすぐ遅れました、確かに間に合った、汗にする、かっこ汗、間に合った、更新した、更新しました。これ 3つだけなのかな、3つだけっぽいですね、追加できるのは。追加しましたよ。マニアック。じゃあとりあえずね、間に合った、汗。ありがとうございます。めちゃ可愛い、大好きです。ありがとうございます。ね、杉さん。
ありがとうございます。反映された。おお、嬉しい。みんな汗かいてる。みんな汗かいちゃってる。間に合った汗。間に合ったバクって何ですか。面白い。みんなちゃんめっちゃ間に合ってる。めっちゃ超えたらめちゃめちゃ面白い。ひろしさん、うめ、ありがとうございます。涙。面白い。ヘッドパンさん、おセンスありがとうございます。あ、来たよって来た。みんな間に合ったばっかりだけど、来たよーも来た。よかった。面白い。ギリ遅刻。面白い。でも来たよだったら打てるから、打ちにくいのがいいのかな。面白い。面白すぎる。うんね、本当に使う、本当の時に使ってほしいですね、これ。うわ、ちょうどこれあるじゃんみたいな感じで使ってほしいですね。面白い。あ、なんかあれだったらいいのかな、びっくりマークとかいっぱいつけとけばいいのかな。すっごい遊んでるこれで。初こんばんはびっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマークとか。あ、初こんもう10文字過ぎてるんだね。来たよー、伸ばし伸ばし伸ばしとか、びっくりマーク3つ。間に合ったかっこかり。面白い、面白いですね。10文字なんですよね、全部で。そう。こっそり見てます。あー、名前ね、しょこちゃん来たよって。名前ね、なんか恥ずかしいな、自分で名前設定してるの。あ、みんな来たよってやってくれてる、ありがとうございます。でもそこだったら名前わかる、わかるね。確かに初見の方でも、あ、ショコって言うんだってわかるね。ワフさん、尊い、ひろしさん、ミラーボールありがとうございます。3つしかできないんですよね、これ設定が。あ、ショコちゃん来たよ、欲しい。じゃあ来たよーを、ショコちゃん来たよ、来たよ、これスペースできるのかな。できた。あの、あれなんですよね、文字数があれだから。そう、クロさん、バラありがとうございます。文字数が10文字までなので。しょこちゃん南よって。そういうことじゃない。面白い。もうそう、文字数制限が10文字までなので、そんなにしょこちゃんでだいぶ稼いじゃってる。6文字稼いじゃってる。そう。面白い。そんな感じかな、いいかな、それで。いいですか。とりあえずこんな感じでいきます。です。滝脇さん戦南南東とか。
面白い。のりのりさん、パチパチパチ、ありがとうございます。とりあえずその3つでいこうかと思います。こんばんはと、チョコちゃん来たよーと、間に合った汗しようと思います。たけるんさん、かずちかずちかずち、ありがとうございます。エビフリアさん、キュンキュン、ありがとうございます。おもろい、よかった。マリアット滝は来て滝は来たよー、滝は来たよとりあえずまたね、変えるかもしれないし、そう、とりあえずこんな感じでいきます。おしずちゃん、ありがとう、ありがとうございます。そう、とりあえず一旦こんな感じでいきます。ぜひ使ってみてください。話変わるけど、ミレタンが中華街行ってみたいってツイート、嘘、あれ、ノイミーちゃんってなんか YouTube で言ってましたよね、中華街いいですね。赤猫さん、いいね。ノリノリさん、いいね。ヘブンさん、バラ。ヒロシさん、ブラボー、ありがとうございます。占い師にね、言ってましたね。その後なんか食べ歩きみたいな、いいですね。行きたいな。行きたいですね。あ、1万円企画やりたい。やってたのか。まだノイミーちゃんの見れてないんですよね。小籠包食べてた、いいな、小籠包大好き。バンフーチンっていうお店の焼き小籠包が好きです。そう、お腹空いちゃう。お腹空いちゃうな。今日は麻婆豆腐を食べました。結構辛いやつにしたんですけど、あんまり辛くなくて、今度ナス、麻婆ナス作ろうって思いました。ケトゥさん、キュ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 、ありがとうございます。お腹空いちゃう。さ、なんか最近は、昨日もなんですけど、夜にお水飲んだりとか、ルイボスティー、今ルイボスティー飲んでるんですけど、そう、だからお腹がすごい鳴る。本日の飲み物、こちら。金子さん、キュンキュン、ありがとうございます。カフェインゼロ、ヘルシールイボスティー。イエーイ。なんかこれ最近のお気に入りで、最近っていうか今年のお気に入りです。赤ちゃんからお年寄りまでご家族でお飲みいただけます。です。癖は、何が癖あるか分かんないけど、私ちっちゃい頃から麦茶だったので、お家で飲むお茶が麦茶だったので、緑茶とかあんまり苦い気あんまり好きじゃなかったんですけど、最近飲めるようになって、最近っていうかリコラブ入るちょっと前ぐらいかなに飲めるようになったりして、これもいろんなお茶に興味があります。興味があるだけで全然知らないんですけど。ルイボスティー、これはお気に入りです。そう、今日のアイスは、野口いおりを食べました。今日はアフォガードを食べました。イエイ。リリカさん、初見、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。嬉しい。そう、野口いおりさんを食べました。ひろしさん、センス、ありがとうございます。まだ売ってます。全然売ってました。いっぱい売ってた。うん、バイト終わって今来たよって、今日も配信してくれてありがとうって、ありがとうございます、来てくださって。ヒロさん、アイス、ありがとうございます。
ペットボトル1日かけて飲むの。いや、これは夜ご飯から飲み始めました。でも朝からレッスンに持ってって飲む時もあるし、その時によりますね。夜ご飯で開けて、で朝飲むかなとかかな、その時によりますね。赤猫さん、梅アルファさん、キュンキュン、ありがとうございます。あ、いちごのやつも買いました。そう、武道館近づいてきましたね。近づいてきました。もう明日、明後日、しあさって、もうしあさってです。ヘイグンさん、尊い、ありがとうございます。ハヤピーさん、キュンキュン、ありがとうございます。今日龍角さん舐めたよ。お、龍角さんは最近舐めてないですね。そう、ヘチゴリさんもハマった。あ、そうなのかな、わかんない。わかんない、食べたのかな、わからないです。リサと聞いて、マサオレさん、ありがとうございます。ジャリエさん、初見ってついてる、ありがとうございます。初見はてなって。食べたアイス、ショコのアイスであげたよ。どういうこと？あ、ハッシュタグショコのアイスでツイートしたよってことかな、違うかな。しょ、こんばんは、ギブブさん、ありがとうございます。アルホさん、キュンキュン、ありがとうございます。初見になっちまった。初見になってる、初見。ショコちゃん、ライブ前にマヌカハニーとかオリーブオイル飲んだりする？ライブ前はお水は飲むけど、そういう系は飲まないです。あ、でもあのレコーディングの前とかだと、あの揚げ物とかいいって言うじゃないですか。だから前は唐揚げくん食べてたかも。タケロンさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう、あとはなんだろう、喉の調子悪い時とかはあの水筒に龍角散入れて、お湯入れて、蜂蜜入れてとかはあったりするけど、めっちゃ喉の調子悪かったりすると、基本的にはお水とかかな。でライブの後半になってくと、後半のなんだろう、吐けた時とかにポカリ飲んだりとかします。です。トモさん、キュンキュン、ありがとうございます。あら、初見になったアバター全部消えた。それはピエン、それはピエンです。龍角さんは美味しいと思って食べてるわけじゃなくて、湿布の匂いがしますね、龍角さんは。喉にネギ巻くのは風邪ひいてる時でしたっけ。ゆきさん、ビギナーは初見です、ありがとうございます。初見、初夏はポカリ派、アクエリ派。ライブの時はいつもお水とポカリが置いてあるのでポカリなんですけど、でも味的にはポカリが好きかなって感じです。湿布、わかります、わかりますよね。リュウさん、キュンキュン。ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。ダイレクト龍角さん、あ、粉のやつかな、わかんない。ポカリ派ですって。ポカリ派、そう、体調悪い時がポカリで、スポーツの時はアクエリのイメージだったんですけど、ポカリ、最近はポカリばっか。ライブの時はね、アクエリは飲まないな。ポカリって名前なんか可愛い、なんかパピプベポってつくと名前可愛くないですか、パピプベポ。あ、だからも好き、だからは普通に飲む時がある。そう、部活とかはアクエリのが多かったかな。
ク入り派。でもなんか例えばジム行ってなんかスポドリ買いたいなってなったらアクエリ買っちゃうかもしれない。わかんないけど、なんかアクエリの方がスポーツっていう気持ちになる。パピコ、パピコって可愛い。赤猫さん、バラありがとうございます。コロジーさん、バラ、赤猫さん、キュンキュンありがとうございます。パピプペポ、パナップ、あ、そう、なんかそのパピコとかパナップとかはパピプペポをつけてるっぽいですよ、意図的に。ソフトテニス部でした、テニス部光栄でした。そう、パルム、パキシエル、うん。なんかどこだっけ、そう、同じ会社だと思うんですけど、パピプペポを意図的につけてるっぽいです。イコラプ。イコラブはイコラブ、ラブだからね、ラブ。パキワキ、なんか折れちゃいそう。ペパプ、ペパプでしょって、すっごいキアラちゃん言いにくそうだった。ポニョかわいい、ペパプ、ペパプかわいい、プッチョかわいい、ピョコ、ピョコかわいい、 PPAP。 ペンパイナッポーはプーペン。よくないですか、パピプーポってかわいいですよね。だからなんか、なんかペットとかができたらパピプペポつけたらかわいいと思う。って思う。プロックマンって。プロックマン、パピパピ。変なの。ねえ、プリン、プリンとかかわいいね、うんとかもかわいいね。星になってる。ピョコってかわいい、ショコよりピョコの方がかわいくない。パキシエル、パキシエル、なんかパキってつくとなんかパキって感じがする。パキシエル食べてみたいな。ピョコラ。かわいい、ピョコラかわいい、ポムポムかわいい、かわいみ。ね、パピプペポかわいい。かわいいって思います。ピョコンマンはピョコってかわいい。小籠包。だから小籠包、小籠包はちょっと漢字が強いですね。ローがちょっと。結局1時間入れてありがとうございます。長く入れないけどって言ってたけど、ありがとうございます、嬉しみ、ありがとうございます。そろそろ終わろうかな、30分になったらランキング読みたいと思います。ライブコメントたくさん拾ってくれるから楽しい、いつか絶対に行くね、待ってます、ありがとうございます。自分もね、何、アイドルファンだった時にショールームのコメントとかしてて、コメント呼ばれたら嬉しいのでね、嬉しかったので自分もいっぱい読みます。いっぱい読もうと思います。そう、あとはね、オーディションの時に、オーディションの時にショールームしてたんですけど、その時に全然コメント来なくて、そう、本当にコメントに支えられていたって感じなので、全然話せなくて話が広げれなくて、そう、だから本当にコメントに支えられてて、コメント感謝って思ってたから、コメントはいっぱい読みたいなって思ってます。今日もいい天気ですね。そうですね。明日があったかいんでしたっけ、明日が、うん、あったかいはず。
ショコ飽きたよってコメントした。いや、自分がファンだった時は普通にコメントしてた。でもあんまりそんないっぱいコメントはしたことなかったんですけど、もう全部足しても10回ぐらいだと思うそんぐらいしかコメントしてなかったけど、読まれた時は本当に嬉しいのでね。そうふつうのコメントって言った、私いや、いっぱいコメントしてくださった方が嬉しいです、私は。そうそうですいっぱいの方が嬉しい、本当に。オーディションの時はコメントに本当に支えられてた。ずっと「質問ないですか?」「質問ありますか?」ってずっと言ってた。そう、一番最初の時。そうぜひいっぱい、これからもコメントいっぱいしてくださいよろしくお願いしますそう、全然そう、一生質問ありますかって質問、例えば誕生日いつですかって質問が来たら7月9日です、質問次ありますか、それしか言わないぐらい本当にやばかっただからなんか7月9日ですって言った後とかに、なんかその誕生日はいつもとか、うちの誕生日はとか言えばいいのにそう、今はもう一問一答、本当にそう、本当にそうでした。香水使ってないんですよね。でも質問はなんか今でも嬉しいです。この前質問返しみたいなのすごいいっぱいしててすごい楽しかったんですけど、質問すごい嬉しいです。そう、今香水何使ってますかって質問来たけど香水は使ってないんですよ。でもシャボン玉、石鹸の匂いが好きです。そう質問返しまたやりたいなって思ってます。そう、全然話膨らませなかったから、今もまだまだなんですけど、前よりかはね、たくさんの方がコメントしてくださって本当に嬉しいです。ありがとうございますパックは最近はしてないけど、ライブの前日とかは夜パックしたり朝パックしたりします。話すのうまいです。クロックマン何歳ですか。クロックマンは小学校の時に買ったかな、から何歳だろう、何歳、いつ買ったかは覚えてないな。誕生日で買ってもらったんだよな、誕生日かクリスマスか忘れたけど、何歳だろう、小学校の時だから小学校低学年ぐらいだと思うから、3年生だったとして4、5、6、1、2、3、10歳ぐらいじゃないですかねと思います。肌綺麗ですか。全然ニキビよね、今日ここさっき潰した潰しちゃったニキビがまだできる年頃でございまして、今日は肌は何もやってないでございますこちらこそいつも元気くれてありがとうって、いやいやいや、ありがとうございます。潰しちゃったここサイコさんって書いてあるけど初見面白い潰したらね後になるって言われる、うん、でも今までなってないからいいかなとか思ってきちゃう気をつけます。可愛いから許すって潰しちゃダメって、わかんない、星になってるからわかんないけどそれは若いからね、良くないですよね、でもすぐ潰しちゃうんですよね
凹凸なくなれと思ってなう33分もう30分全然余裕で過ぎてたヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。あでもパックはめっちゃメイクノリが良くなりますって思う私は。です。クロックマンは2009年11月5日発売だったから、だからじゃあもう発売して割とすぐ買ったってことですね。私ほんと10歳、だって10歳、私の元に来たのも10歳とかの可能性ありますもんね実際は12歳かもだけど、私の元に来てからは10歳ぐらいかもしれないですね、わかんないけど髪の毛サラサラですね、ありがとうございます。今日はもうお風呂に入って乾かしたのでサラサラです。これはこれ私本当にお気に自分の髪の毛お気に入りでこれアイロンかけてないんですよ。アイロンかけてなくてこのストレートが結構お気に入りです。普通だったらお風呂入った後とかだったらアイロンかけないとショールームとかできないと思うけど、そうお風呂入ってからの方がもうストレートドストレート、こんな感じ。ちょっと先っぽはねパーってちょっとなってるけどストレートですお気に入りです。ということでランキング読みますランキング13位メリダさん、12位タケチャさん、11位オーチさん、10位セイタさん、9位ユキナンゴさん、8位タケルンさん、7位ミヤヒロさん、6位トモさん、5位クロさん、4位人生じいちゃん、3位パピフリアさん、2位赤猫さん、1位ひろしさんです。ありがとうございます。2列目フィズニャンさん、イポポポポパーさんサンタさん、トッキーさん、トッちゃん、アキラさん、ファインゴールさん、クロさん、カープさん、ペンペンさん、クロジーさん、ヘイブンさん、ペンタさん、ササパンダさん、カノコさん、ケトゥーさん、ナッペさん、サビアンさん、ハヤピーさん、ヒッキーさん、カキフさん、りょうくんです。ありがとうございます。あ、ビギナービギナーってダニエル K さん、ユキさん、パチパチパチありがとうございます。皆さんもパチパチパチいっぱいありがとうございますね、可愛い名前がいっぱいでしたねありがとうございます。パチ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 、明日も頑張ってねってありがとうございます。武道館まであと残り3日、楽しみたいと思います。そして明日のお昼までお話し会受付中ですので、皆さんぜひ申し込んでいただけたら嬉しいなって思います。たくさんの方とたくさんお話しできること楽しみにしております。待ってます。いろんな服とか髪型も全部変えようと思ってます。今のとこ決まってるのはベレー帽はかぶりたいなっていうのと、あとパジャマは決まってます。パジャマにしたいなっていうのと、あとは日程も決まってる、日程この日にこれにしようって決まってるのは2月の14日はバレンタインデーなので、ちょっと女の子っぽいなんだろうガーリー系な感じの洋服を着ようかなと思っておりますので、楽しみにしていてほしいなって思います。よろしくお願いします。ということで今何人来てください、今テープで壊れちゃったので、携帯を挟むところがなので、テープで止めちゃったので携帯を見れないんですね。何人来てくださったか、あ、2629人の方ありがとうございます。あ、増えましたね、2659人の皆さんありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメントありがとうございます。たくさん教えてくださってありがとうございます。あ、インスタもツイッターいつも見てるよってありがとうございます。この後すぐインスタグラム更新します。インスタグラムはまあ